じゃあその去年ぐらいからはですか。そうですね、はい、もう結構いろいろやらせてもらって、うん、もうゆっぺくんは、なんですかね、のどぐろだなと。のどぐろ、もうそのまま食ってもうまいものが出てくるんですよ。もう作品としてデモの段階でもうすでに出来上がってるんですよ。彼はもう全然商品にしても問題ないぐらいの本当鮮度親のものがいつも来るんで、逆に僕がそのそれを壊さないで、かつハチミツロケットのみんなの歌を生かしつつで、まあブラッシュアップするっていうところに焦点を置いても今回やらせてもらったんですけど、常々なんかそのゆっぺくんの鮮度を壊さないっていうことを気を使ってやってます。持ち上げすぎっす。すごいやっぱ元気がある、まあ、その若さっていうのもそうですし、元気があるなっていうところと、例えば塚本さん、はい、の歌とかはすごい、まあ、今回あのリード取ってるシーンも多いと思うんですが、やっぱグッと引き込まれますよね、すごい聴いた時に。だからそういう声の魅力っていうのもありますし、多分まだ若いのでこれからどん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 あのライブとかやってお客さんと一緒にそのこの曲がいろいろと成長した時にもっとなんかすごいあのボーカリストとしてそのまあもちろんアイドルっていうくくりではあるのかもしれないんですけど、もう歌手としてすごい成長するんじゃないかなみたいな、そういう楽しみが見えそうだなと思って、すごいですね、良かったなと思ってます。ありがとうございます。僕その CD とライブは結構別物でいいかなと思ってる人で、ライブに行って初めてまあ この曲が披露されて聴いてみて、で改めてこう盤になったものを聴いていただくと、あ、なるほどこういう風になってるんだなっていうような発見とかもあると思うんですよ。まずはそのライブの感じを聴いていただいて、でその実際は CD になると、あ、こういう感じになってるんだなっていうのを分かった上でまたライブに行くと、今度はじゃあ、あ、このエフェクトがかかったとこ、実際に歌ってるとこういう感じなんだなとか、違う、 こう楽しみ方とかもできるかなと思うので、そういうところに着眼していただければ。